皆さんこんにちは、チャンピオン76のまゆみです。チャンピオン76四日市店南波です。今回の動画はマットの紹介です、はい、イエーイ。いろいろ用意してますのでお楽しみください、はいはい、前回の動画でマットのサバスの紹介をしたと思うんですけど、今回はマットのほぼ全種類紹介したいと思います。では早速行きましょう。お願いします。はい、チャンピオン76車両の方準備いたしましたので紹介していきます。はい、これはレーザーバックですか？あ、よくご存知ですね。レーザーバックになります、はい。まあ、マットの中で比較的オフロードに寄せたようなスタイルの車両になります。今回ご用意した車両がレーザーバックの赤色になります。色が3色全部であって、まあ、この赤いタンクのモデルとシルバーのタンクのモデルと黒色のタンクのモデルがあります。店内にあるんですよね。店内に、はい、あるけど今はこの代表として赤色を持ってきてもらいました、はい。続きましてこちらご存知ですか？あ、大正解です。秋田、これ好きなんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです、かっこいいと思って。モチーフが秋田県っていうちょっと特徴的な一体。秋田県民全員買った方がいいんじゃないですかねあ、そっちまで出店しちゃいますか、はい。まあ、一応あのおっしゃった通り、あの秋田のこのモデル250になります。秋田の特徴としてはマットの中でもタンクの容量が一番大きいモデルになるので、横から見るとタンクが一番長いモデルになります。色が黒とシルバーになってまして、まあ生産時期によってあのタンクに今ゴールドのラインが入っているんですけど、まあこれがある時とない時と一応ありますので、今回ご用意した車両はゴールドのラインがあるモデルになってます。へえ、はい、そうなんですね。じゃあ続きまして、わかんないこれは。これはそうですね、マットを調べてらっしゃる方でもごく一部しか知らないのかなと一応モデルとしてはサバスになるんですが、タンクよく見ていただくと色がちょっとブロンズっぽい色になってると思います。そうですね、で横の、文字のところ13分の11ってなってます。何これ、なんかかっこいい。これ13台限定車のうちの1台です。なので車両ごとに13分の何々っていうのが全て違います。え、13台？はい、13台です。日本で13台？日本でだったかな、だと思います。はい、入ってきてるのが13台なので少ない。なのでうちはこういった限定車も実車置いてますよと。すごい、はい。マットってやっぱり黒の車両が多いんですけど、はい、ちょっと変わった色をお求めの方だとこういったカラーリングの車両いいんじゃないかなと。すごい、はい。一応キャリアもついてますんで、まあ、ちょっと遠出したりとか、まあ、キャンプとか行きたいよっていう方でもある程度荷物が積めるような仕様になってます。これは限定車だからキャリアがついてるんですか？それともそういうわけではない、オプションですね。作られた方がいたみたいな、はい、そうです。あ、なるほど。こちらの車両は一応中古になるので、マイオーナーさんがついてる車両にはなるんですけども、距離の方はまだまだ浅い1台になります。 はい、お探しの方はぜひぜひ、はい。次行きましょうか。わかんないです。これこれも限定車なんですね。そうなんですね、はい。1個前のサバスみたいに、台数とかが刻んであるわけではないんですけれども、あの、まあ、日本に入ってきている数は比較的少ない車両になってます。一応デザートレーサークラシックというモデルになってて、マットの中でも、まあ、少ないこのメッキが多い車両になりますね。そうですね、白と赤のタンクが可愛いですね、はい。なんでまあ似たモデルだと今ちょっとご紹介する車種の中には入ってないんですけど、スーパー4っていう青色とオレンジ色のモデルがあるんですが、はい、まあ、そこに並ぶようなモデルの限定車両になってます。次がこちら RS の13ですね。これもうカタログから消えた廃盤モデルになります。あら、はい、珍しい。結構人気あったんですけどね、ちょっとなくなった理由までは分かんないんですけど、はい、タンクがシルバーなんですけど、よく見るともうなんか字が出てるようなこのシルバーの感じ、うん、かっこいいですね、が出てて、はい、こっちと武骨な感じが人気があった理由の一つですね。一応まあここら辺は他のサバスとかモングレルとかと、はい、あのシート高とかタンクの容量基本的に似た感じになってますので、マット自体がこういうカラーリングありますけど、ビビッときた色で選んでもらって、はい、そうですね、全然、はい、大丈夫なメーカーになります。続きましてこちらですね、前回の動画でも紹介したサバスになります。サバス、はい、タンクに何もない。そうです、タンクに何もなくて真っ黒、真っ黒が特徴です。そうですね、はい、前回ご紹介したのでサバスはまた前回の動画見てみてください。見てください、はい。続きましてこちら、2台とも同じ
モデルになります。ヒルズですね。ヒルズは2色あります。まゆみさんはどっちの色が好みですか？マットのグリーンとツヤありのグレーですね。目が行くのはこっちですね。あ、グリーンの方が、ね、なんでか分かんないけどこっちに目が行っちゃう、ま、やっぱりこのツヤ消しのカラーが今の流行りでもあるので、ハーレーとかも最近多いですよね、つや消しのカラー。はい、流行りに乗っかった一台にもなるのかなと、はい、かっこいい、はい、ただ今グリーン選んでいただいたんですけど、意外とこのグレーもお問い合わせが多い車両になってまして、うん、こっちもちょっとすごい迷った。捨てがたいいいグレーしてますよね。そうなんですよね、はい、青色の入った、うん、一応こちらは2色から選べるモデルに2色からなってます。まあ、ヒルズの特徴としてはハンドルが他のモデルよりもちょっと高めになってます。それ思いました。あとなんかこの棒がついてる。そうですね、ここにバーがついてるので、うん、まあ、ちょっといろいろ小物とか、まあ、携帯のホルダーとかつけたいときにこういうのがあると便利かなと。そうですね、使えますね、はい、続きましてこちらが FSR というモデルです。車両は今125なんですけど250も同様のモデルになってます、はい、エンジンが違うだけですね。 FSR の特徴としてはタンクが他のモデルよりもちょっと大きいです。本当だ、はい、ボゴッとしてる。幅がありますね。ありますね、はい、2、3リッターぐらい多く入るモデルになってます。あとはホイールですね、はい、マットの中で唯一キャストホイール採用してます。本当だ、はい、他のモデルが全部スポークのモデルなんですけど、この子だけキャストのモデルになってます。なのでカラーリングはまあ黒主体なんですけど、ちょっと他のモデルよりもスポーツチックな仕様になってます。あとは一番シート高が低いモデルになるので、もうパッと見で低いのが分かります、はい、なので女性の方でも、うん、はい、結構あの問い合わせが多い車両になります。へー、そうなんですね、はい、続きましてこちらがモングレルの、これが125になりますね。モングレルはもうタイヤが他のモデルと違って縦溝のノーマルタイヤになってます。マットはブロックタイヤが多いんですけど、この子が一番オーソドックスなモデルになっているので、ストリートのちょっとクラシックな仕様になってますね、うん、黒と茶色がいいバランスで、ね、一応今四日市店に置いている在庫はこういった形になって、あとはまあ各種、色が違うものが置いてあったりとかになります。こんなにいっぱいマット見るの初めてです、はい、すごい、こんなに比べられるのはすごいですね。多分最近だとうちぐらいかなと、うん、結構あの遠方から見に来られるお客さんいらっしゃるんですけど、実際車両を見に来た時に、現車こんなにあるのっていう方が結構いらっしゃるのですごい、はい、現車を見たいという方はぜひうちにお越しください。そうですね、はい、実際に各車両をまたがったりとか、うん、まあ、あのエンジンかけて音聞いたりとかも全然できますので。私のお気に入りの秋田250をちょっと出してもらいました。チャンピオン76四日市ではマットモーターサイクルの在庫がご覧の通りいっぱいありますので、皆さんぜひお問い合わせ、ご来店お待ちしてます。お待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。待ってます。